さあどうもこんにちは、モータージャーナリストの大御宮坂です。今日もですね、来ましたよ。もう日が暮れるのほんと早くなってきましたね。今4時頃なんですけれども、もうちょっと完全に夕暮れというか日が落ちそうでございます。さあこちら新しい BMW5 シリーズです。今回の5シリーズはもう i5 という電気自動車とプラットフォームを共有しながら、2リッターのガソリンとディーゼルが用意されているのはご存知かとは思います。ご存知でない、あの発表会の時の動画もぜひとも見てください。その中で今回、はい、準備した車 523i ですよ。なので2リッターのガソリンエンジンになります。ちょっと今日はもう試乗編もいっぺんに行ってしまうので、どんどん端的に行きましょう。まあ発表会の時にも i5 をベースにもうお伝えしてますので、まあかなりねガソリンモデルではあるんですけれども、結構この辺りとかのっぺらしてるかな。これ実はあの523i にはエクスクルーシブと M スポーツがあるんですけど、これエクスクルーシブです。 M スポーツになるとこの辺りがコテッとしてきますので、だからこれ実は5シリーズの中で一番価格はおとなしいモデルで798万円スタートなんですよ。めっちゃ安いですよね。なんかこれだけ多分ね戦略価格で安いです。 M スポーツになると868万円、ディーゼルになると918万円ですので、だからガソリンのこのエクスクルーシブがやけに本当安いというのかな、戦略価格という言い方ができるかと思います。はい、ホイールあったあったあった、24545 19インチですね。スターマーク、 MO マークだから、メルセデスも同時に、うん、認定タイヤなんですね。 P0 を履いております。はい、で前後同じサイズなはずですよ。でこのあたり見てもらうと、ダブルウィッシュボーンの形でのこれコイルスプリングですよ。コイルスプリングなのになんでダブルウィッシュボーンやねんって、なんでやさ使わないねんって、だからそのあたり差別化も含めて今回のこのシャーシー、はっきり言ってしまえば7シリーズとも共有するようなシャーシーですよ。だから今どこまでを踏まえてシャーシ共有化っていうかって難しいんですよね。もうそれで言うと今シャーシはもう伸ばすことも簡単に、簡単っていう言い方おかしいですけどできるし、幅を広げることもできるし、だからそういった意味ではもう自由自在なんですよ。だからこれはもう i7 とか7シリーズとかともシャーシ共有する形で、だから i5 もそうですし5シリーズもそうですし、さあそしてリアタイヤも一緒です。はい、一緒ですね。24545 19インチになります。であとこれね、ボディがめちゃくちゃこのカラーかっこいいです。でこのかっこいいボディ色なんですけど、太陽の光を浴びた時にこの表面の深いところの深層部にあるラメが、まあ、あのメタリック色ですよね、それがうわって表面に出てくるんですよ。半端ないかっこいい色です。偶然にも今日実はマリオさんといいから比較撮ってたので、この5シリーズで、その時日中だったのでもっと日が高い、その時にかなり綺麗な色が撮れたので、その動画公開されるのも待っていただければなと思います。これグリルのところがほらぐわーっとこれね縁取りのような形で光ってるんですよ。これも特徴的ですよね。しかし本当、まあ、グリルシャッターなのでこれ開きますけど、走行中は開口部少ないですね。電気自動車かっていうぐらい少ない。でボディサイズはこれ全長で5060です。全幅1900です。高さ1515ですよ。この3サイズ聞いたらもうこれ7シリーズでしょって思うじゃないですか。ほんとね大きくなりました。ホイールベース2995ですよ。ほぼ3メーターですよ。ちょっと驚くのがね、1760キロしかないんですよ。もっと重たいの想像してたんですけど、かなり軽い。であとねこの辺りとかも造形もねちょっと面白いですよね。これ空力に関わってそうなのがまた興味深い。でこれご存知の方いたら教えてください。これなんすかね、穴が別に開いてるわけじゃないんですよ。これ指入らないんですよこの先。だから不思議でしょうがない。だから前から入ったタイヤの乱流とかがこの辺りでなんか上に行かないようにこれがあるとなるのかな。なんかこれちょっと解明してほしい。これちょっと興味ある。そしてまだ一度も見せていなかった、すいません、このアイアンマンのリアもかっこいいでしょう。ほらこれ M スポーツはもっとねこの辺り立体成形でグワッとしてるので、でも逆にこのアイアンマンスタイルだとこのエクスクルーシブのちょっと控えめな感じになった時のこの面が出る感じで、これはこれでねまたかっこいい。もっ
っと面出してほしいけどね、この彫りもなくしてあげて一面にするとかね。さあ、トランクはね、床下収納とかないんですよ。で、結構奥行きはあります。もう手全然届かないです。だからこういったところもね、ちょっと7シリーズっぽいんですよね。で、もちろんシートは倒せます。これ面白いですよね、この5ね。見た瞬間に、いや、なんでそれを思い浮かべるかわかんないんですけど、あの、ワンピースのジェルマ W6 の、いや、だから5なんてないんですけど、あの、サンジのね、うん、ジェルマ王国のね、何のこと言ってんだって、もうワンピース見ない方には全くわかんないね。ごめんなさい。はい、ちょっと、室内も。さあ、後ろ座った時に足も楽勝だし、もう親指立てて小指もギリギリ立つぐらいですかね。で、このシートクッションがめっちゃいい。なんかね、表面がすげー柔らかくて優しい。この感じいいですよ。で、ヘッドクリアランスも十分あります。さらに、この天井のルーフね、これオプションなんですけれども、開けるととってもとっても気持ちいいです。これおすすめでございます。ちなみにこの車結構オプションが入っておりますので、この革素材とかコンフォートパッケージとかも入っておりますし、コンフォートパッケージって実はリアステアも含まれておりますのでね、このあたりとかほんと質感高いね。これ、バウアーズ・ウィルキンスのハイファイ系のスピーカーが、高い方のスピーカーがこれ入っております。でも、これデザインが変わるかどうかまでちょっと調べ上げられてないんですよ。まあなので細かくは本当セールスの方に聞いてください。じゃあちょっと前席も行きましょう。乗り降りした時のこの開口部の広さとかがほぼ7シリーズでしょ。本当このね、開け閉めのこのね、バスッとした感じも、でも意外とラッチが早めに当たるからカチャンって音がする。それもう少し詰めてもいいと思うけどね。ちょっとああいうね、これを閉めた時に本当このね、ラッチが若干当たるんですよ。だから少しね、ハンドアにもなりやすいし、もうちょっと調整の仕様はあるんじゃないかな。非接触型の充電器です。ドリンクホルダーです。もうシフト系は電子に全部変わっております。 14.9 インチのこれ大型モニターすごいっすよね。燃費は 12.9、 まあガソリンモデルでございます。で、ちなみにここ見ててくださいね。ハザード、ほら、もう真っ赤でしょ。このあたりがすごいすごい。お、ちゃんとこっちも赤くなってる。しかしながら運転支援の時のこっちの表示にはブレーキランプとかつかないんですよ。それ残念なところなんです。あとは7シリーズとも結構デザイン的にはもう共有なので、まあ走っていきましょうか。乗り味どうなんだっていうあたりになります。そうだ、そして最後にごめんなさい。僕エンジン完全ド忘れしてましたね。エンジンやっぱり見ましょうよ。そりゃそうですよ。あれ？ない。ないない。あった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 。よし。さあ、エンジンですよ。ドン。さあ、こんな形です。わかります？これちょっと引いた方がわかりやすい。もう、このボンネットを開いた時のエンジンとのこのスケールの違いわかります？だから、これね、やっぱもう、ここだけパッと見てたら、いや、7シリーズでしょ、ここはっていう、そういう印象なんですよ。だから、簡単に V8 入りそうですよね、みたいな。だから、すげえ長い、ここが。うん。まあ、この強靭な補強とかはそっちにも目はもちろん行くんですけども、エンジンもっともっと大きくても全然いいじゃん、みたいな。だからこれ直列4気筒2リッターでございます。これで190馬力、310ニュートンを発生します。ちなみに搭載値はエンジンの前端部、こっから覗いた時にハウジングがあって、だからこの辺りですよ、大体。この辺りだとした時に、ダーンって引いてきた時にほとんど車軸よりも若干後ろか直上ぐらい、もう一回車軸からそのまんま上げてみましょう。だからちょうどこのキラッとしているこの先端部分でしょ。だからこの辺り、だからエンジンのほんと先端あたりです、これ。っていうね、だからそういうミッドシップレイアウトにこの直列4気筒においてはなっております。で、ここに組み合わされるのは8速オートマですね。はい、では試乗行きましょう。スタートです。さあ、では、試乗ですよ。ちょっといつものルートとは違うんですけれども、もう実はね、すでに今日朝一から、まあもっと正確に言うと昨日の夜から、結構この5シリーズは乗らせてもらってます。もう今日だけでも、どうだろう、100キロぐらいは走ってんじゃないかな。木更津の方行って、いいから比較を取って、で、戻ってきて、またこっちの方でぐちゃぐちゃ動いててっていう、そのずーっと足としても使いながらフィーリング取ってたので、で、改めてね、すんげー乗り味をしております。そのすんげーっていうのが、
いやーこれね、早くマリオさんとのいいから比較、本当ね、12月の中旬以降の公開になってしまうんですけれども、いやあれ見てもらいたい。マリオさん言葉失ってましたからびっくりしちゃった、僕も。いやでもその意味はわかる。だからね、乗ってると今もそうなんですけど、これどこの車だと思うって言ったら快適すぎちゃって BMW ってあんま思わないんですよね。乗り味的にはアウディよりもメルセデスかな、やっぱ。でもメルセデスとも若干違うんだよな。どっちかっていうとアウディの A6 とか A8 とか、 A8 が近いかな、意外とロングホイールベースでって。だからなんかね、ほんと BMW っぽくないんですよ。そこがちょっと特徴かな、今回。だからまあこれベースシャーシは本当、だから先ほども言いましたけど、7シリーズと兼用するかのような、まあそういうシャーシじゃないですか。だからそれをある意味5シリーズに仕立てた時に、しかももっと言うとこれ電気自動車の i5 もあるじゃないですか。だから電気自動車として成り立つだけの静粛性レベルとしてはもうやってるわけですよ。でもちろんその電気自動車用の静粛性アイテムを全部入れてるとは言えないんですけれども、ガソリン車に対して。でもまあこれは入れた方がいいよねっていう、もう最低限なものはガンガン入ってるわけじゃないですか。だからやっぱね、電気自動車とシャーシを共有するって言った時に、あとは販売コストとの、まあ、原価計算との兼ね合いだと思うんですけれども、やっぱねアイテムがあるっていうことは選びやすいですよね。 BMW AG として開発した時に、いやガソリン車もやっぱこれを使ってどんどん静かにしていこうよっていう、これを使ってのこれがちゃんと電気自動車用に開発したものも使えるので、だからすげえ相乗効果出てます。だからめちゃくちゃ静か、今すげえ静か、黙ります。何の音だろうこれ。駆動共鳴も若干あるな。でも全然気になんないな。と同時に眩しいですね。一応これで防げるかな。いや防げないね。うん、ちょうど背の低い子がこれでは足らないよっていう感じと一緒だ。カメラレンズいつも絶えずこの西日、このねふわっとした感じも収まりいいし。でまあ今回はこれコンフォートパッケージ付きなので、だからそうするともうリアステアほんと付きなので、だからそのリアステアの感じとかも普段走ってる、ああなるほどね、ちょっと分かってきた。いやいいから比較で使ってるコースだとやっぱカーブがね、ちょっとペースとかかける G とか、あと横に人が、まあマリオさんは慣れ親しんでる中ではあるんですけど、それでもやっぱマリオさん乗ってるとちょっと自分も色々と試す行動がちょっとセーブされるところはあったりもして、だからこういう風に単独で乗るとすぐわかる。まあだから新型5シリーズどうですかって言われたら、いいか悪いか絶対いい。おすすめかおすすめじゃないか、めっちゃおすすめ。でもこの車を乗ったら次乗るのはもう i7 とかしか、 i7 か7シリーズとかしかないですよ。だから電気の世界僕は行っても大丈夫っていう家庭充電がある方であれば、まあ別に i5 とか i7 の選択肢もあると思うんですけど、この5シリーズガソリン車で乗っちゃったら次何行くんだろう。どれ乗ってもうるさいとか雑味があるとかみんな言うと思います。これそのぐらいなんか乗り味が洗練されてる。エアサスじゃないのにね、これがだからすごいところ。エアサスじゃないからその乗り心地めちゃくちゃいいし、なんか路面のその上を宙を浮いて走ってるかのような、なんかそういうちょっとスカイフック系ななんか感触もあるんですけども、さらに言うとそのふわっとしたなんか絨毯の上走ってる感覚があるのにグリップ感あるんですよこの車。そこがね、だからハンドル軽いんですよ。すげえハンドル軽いのになんでこんな手応えあんだろう。だからなんか矛盾してるでしょ今聞いてても。ハンドル軽いのに手応えがあるって、でもその手応えってハンドルの軽さとか重さの変化から来るんでしょって。そしたら手応えって少ないんじゃないの。いや違うんすよ、なんかねハンドルからビシバシ来るんすよ。なのにハンドル軽いし、なんかだから今まで共存しない両立しないって言われてたものが両立してる感触がある。そこが不思議でしょうがない。突然寒くなってきたね。 Hey BMW
温度上げて。温度を上げます。すぐにこれまでより快適になります。暖かくなりすぎた場合は教えてください。さあスタート。発足オートマは相変わらず滑らかでございます。まあ音を聞いてれば変速タイミングとかはもう明確にちゃんとわかるんですけど、まあ本当変速はシフトショック少なく本当滑らか。音のどちらかというとこの静粛性のやり方ってピークをまず落とします。だからいろんな周波数帯のいろんな音がするじゃないですか。その全ての面でのピークをまずカットしていくんですよ。そのための防音材とか、まあ、吸音材とかいろいろ入れていく、対処するっていう。で音の発生源もの近くでどんどん対処するっていう、なんかそれをすごい感じるところで、だからね音がしないんじゃないんですよ。音がしないというよりも気にならない、ピークを下げてあげて、ピークがあまり発生しないような、その突発的な尖った感じをなくすみたいな。だからねどことなくやっぱね丸みがあるんですよ。だから突き上げとかも突然突き上げられちゃうと不快じゃないですか、ドーンって。でもその突き上げの角を丸くしてあげるとそこまで不快感が高くまんないじゃないですか。だからそんなような感じで全部そういう味付け。ちなみに1900の幅に感じますかって言われると、このねサイドミラー見た瞬間にあ感じますってなる。サイドミラーが結構ね厚みがあるんですよ、奥方向に対しても。この厚みが意外となんかね、ちょっと視覚を増やしてる感じはあるかな。だからここだけはあまりいただけない。あと、まあ、皆さんが気にしてること、ガソリン車で十分ですかって、はっきり言います。あの飛ばす方とかはガソリン車では十分じゃないかもしんない。その可能性の方もあるっていう、そういうお話です。なんかねもう今一歩のところで伸びなかったり力不足であったりがまああるので、まあそれで言うとまあディーゼルがいいのかなとか。だから今回 M パフォーマンスがこれ確かねガソリンモデル用とか M パフォーマンスはないはずなんですよ。今 M パフォーマンスモデルとかになると全て電気系にしか設定がされてないので、だからそういったところもねだんだん始まってきたわけですよ。電気自動車包囲網というのがとうとう、立ち上がり、結構相当まあ日本に対してとかもプレッシャーはかけられてるかとは思います。ではちょっとフル加速してみましょうよ。ここ 3,2,1,5 ここ、なんかもうちょっと来てもいいかなってやっぱ思うんだよな。まあエンジンの勇ましさは結構あるんですけど、気持ちよく回ってる感もあるんですけど、速さがあるかパンチがあるかっていうとなんかねちょっと薄い感じですね。だから濃い感じの、エンジンの回り方じゃないですよ、薄いんですよ。だから回転数もっともっと上げて回さないと仕事量増えないよねみたいな、そういう感じですかね。さあじゃあちょっと走行モード、今じゃあリラックス、エクスプレッシブ行こう。エクスプレッシブにするとほらこういったところが特徴的でしょ。まあこれを綺麗と撮るかどう捉えるかはもう人それぞれなんですけども、さあじゃあ行きましょう。スポーツ 3,2,1,5 ドーン。必要十分って言ったら必要十分です、この坂道でのこの加速力。でも大人数で例えばフル乗車4名でじゃあ気持ちよく坂道登ってきますかっていうと気持ちよくは登っていかないと思う。結構相当頑張りながらってこっちも感じながら登っていくような感じになると思う。やっぱね BMW さん、僕 M パフォーマンスモデル入れた方がいいと思うけどな。ガソリンでそれを待ってる人は結構いると思います。いないのかな今。じゃあ M5 とか乗ってた人が今何乗ってればいいのっていう、そういう感触も出てくるような。まあ何にせよいい車であることは確かですので、でもその中にその素直にうわいいねじゃなくて、ちょっと今までの BMW と方向性というのかベクトルというのかな、向いている、そこが若干
干違うかなっていうのは感じております。で、運転支援は今まで通りでございます。通常のまあアクティブ系のもう運転支援が働いているんですけれども、その上にこういう首都高速とかでまあ60キロ以下になった時に初めてアシストプラスっていうのが出てきて、そっちに自動移行されます。だから今アシストプラス状態です。だから僕はハンドル持つ必要がないんですよ。監視義務だけです。だからこれ60キロか55キロかそのぐらいで切れてしまって通常の運転支援レベルに変わるので、だから過信はダメですね。でもまあそういう特定環境で速度が低い状態ではありますけど、運転支援がもう完全に使いこなせるっていうのは魅力かと思います。さあ、やっぱりね、まあ、このアシストプラスの運転支援、渋滞中含めて、まあ、楽は本当楽ですね。まあ、本当はその60キロとかまでしか使えないので、もう少し上の速度まで使えたらっていうのはあるんですけど、まあ、でも、楽は楽です。まあ、こういう世界が、もうどんどん現実のものとなってきており、でこの5シリーズにおいてこの乗り心地と組み合わさるととんでもなくさらにいいので、それもお伝えさせてください。本当ね、そのなんだろう、この乗り味含めて本当 BMW としてはなんか全部トータルでのセットなんでしょうね。この運転支援があるからこそ乗り心地も良くしないといけないから、今までのハンドリングとか駆け抜ける喜び一辺倒のその乗り味ではなくて、やっぱその運転支援でもう乗らされてる時もまあ駆け抜ける喜びじゃないですけど、気持ちよく移動させたいっていうのを考えたら、そこでなんか初めて快適性っていうのが出てくるのかな、なんかそんなのを思わせるぐらい本当ね、まあだから今までの BMW とはちょっと違うよっていう、そういう乗り味になってることもお伝えさせてください。で最後にまあいつものちょっと3-2-1-5行って終わりにしましょう。いやー、乗り心地がねほんと変わった。すげー変わりました。乗り心地快適だから、どっちかっていうと僕今までうわこれいいよって言ってんの BMW の iX だ。これも乗り心地ベースじゃないですか。で XM、これも結構乗り心地がなんか特殊というか、まあハードな中にもなんかちょっと快適性ありみたいな。で、まあこの車もかなり快適な乗用車としてっていう形で言うと、いやーまあ全般ね、やっぱ電気が始まってからちょっと BMW の乗り味は大きく変わってきたっていうのは言えるかと思います。これはもう他のメーカーも今後同じような系統で起きてくるんだと思います。完全シャーシ共有していくと、まあ電動化の恩恵がガソリン車とかディーゼル車とかにも出てるんじゃないかなと。これでだからディーゼル乗ってみたいですね。 523D だから 523D を、要はディーゼルエンジン音がどこまで消えてるのかっていうのはすごく興味があるところ。ガソリンでこんなに消えてるからね。ちなみに、はい、今リラックス、ちょっとこのリラックスモードで走りましょう。まあリラックスは屋根しまわれます。はい、リラックスしてほしいのでね。まあ外の光とかが入るとリラックスできないので。うおー、乗り心地いいね。ほら結構なね、ここ結構荒れてるんですよ。この橋の上とか渡るのもね、すんごい安定している。本当このね、エアサスじゃないのって思わせるような乗り心地が、まあこれ特徴ですね。あ、ちなみに唯一の弱点みたいなところもあるので、それを最後、まあ高速乗る前に一箇所、はい、普通に止まるとわかるので、なんかね、やっぱ最後の最後のブレーキタッチは、やっぱ若干 BMW の中でも昔はもっともっとここがカクンって言うんですよ。カクンっていう、やっぱね、ブレーキのタッチがちょっとシビアになってきたと同時に、もう一つは車が動く。だからここも今スーッと止まってパクって結構つまみそうな。でコントロールコントロール、おー今うまくいった。結構このあたりがすごい繊細になってきましたね、以前よりも。でそのブレーキコントロールで車が結構ね、この前のめりに動くとか、その低速走行時のそういった量はちょっと増えた感じはします。まあ全般的にだから足がね、ほんと柔らかくなった感触なんですよ。この柔らかさでなんであんなに旋回力とか走るんだっていう
うのが面白いところ。そのからくりがだからリアのステアリングにある、もうリアステアにあると思います。だから乗り心地のためにリアステアを使ってあげて、だからあの快適性を害してないっていう、害さずにスポーツ性まで高められるっていう。だからリアステアは改めて言いますけど、スポーツ性も安定性も鉱石とかも含めてですけど、突き上げの少なさ、快適性まで全部含めて関係するんですよ。なんでリアステアが突き上げ感に関係するんだよって。そんなのは単純で、目標性能を決めるわけじゃないですか。あのこういった路面では旋回 G このぐらい出ます、この速度で曲がった時には出ますっていう、その旋回 G を目標性能として出そうとした時に、要はリアステアがない車だと足をある程度固めないといけないかもしれないけど、リアステアがあったら、まあ、あの足を固めずにその速度まで行くかも。3、2、1、5。もうちょっと欲しいけどね、もうちょっと欲しい。ちょっと話があの途中になっちゃいますけど、だからリアステアがなかったら、まあその目標性能の横 G とかを出そうと思った時に足をある程度固めないといけないとか、そういうのも生じるわけじゃないですか。で、足を固めたらその分突き上げとか増えるわけじゃないですか。だから結果としてはリアステアがあると乗り心地までよくできるっていうのが、まあからくりでございます。なのでこれオプションなので、リアステア、コンフォートパッケージだから、僕これはおすすめしますね。これをつけることはおすすめします、この5シリーズ買ったんであればっていうところで最後締めさせてください。これちょっとディーゼルエンジンすっごい興味湧いてきたので、ディーゼルエンジンも乗るチャンスがありましたらまた動画作りますので、そちらもご覧になっていただければなと思います。BMW ジャパン様、ディーゼルエンジンもあの5シリーズ貸してください。よろしくお願いします。撮影させてください。ではでは、あ、そうだ、 E カラスコアね、 E カラスコア誰にでもおすすめか、おすすめ。ほら、なんかね、このふわっとするんですけど止まるんですよ、この車。電子制御の賜物なんですよ、これが。いや、ほんといいから、比較動画見てください。今度あの公開しますんで、でマリオさんと2人で、これちょっと左カーブあるじゃないですか、ハンドル切った時にあんまり反応最初しないですよ。しない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 、ちょっとクラーっとしながら、でも途中からビシッて芯が出るんですよ。なぜこの芯が出るかって、多分僕はリアステアだと思ってます。なんか不思議な動きをするんですよ、この車。まあちょっと話は堂々巡りになってしまうので、はい、最後に、あ、ここ、いや、もうちょっと高速行きたいな。さあ、最後に、E カラスコア、誰にでもおすすめなので、70点は超えます。じゃあ、80点いくか、ゴミちゃん欲しいレベルだったら80点でしょうって。80点はいかないです。エンジンのパワーが足らない。トルクも足らない。もうちょっと欲しい。まあ、1760キロっていう重量に対しては十分って言えますけれども、なんかその5シリーズっていうのを考えたときに、いや、もうちょっと欲しいよねっていう。だから、なんかわざわざ海を渡ってきたんでしょって、それで言った時に、この静かさ、しっとり感、この電気自動車のなんかちょっとイメージを彷彿させるような形のガソリン車として魅力的なんですけど、パワーが足んないとね、なんか夢からポンポン冷めてきちゃうんですよ。なら今すっごい気持ちいいです。なんかこの旋回してる時も気持ちいいんですけど、アクセル踏んだ時に全然出てかないんですよ。出てかなくて、どん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 、今これ全開ですから、これで、でアクセル床まで踏ましちゃいけないっていうか、踏めちゃいけないんですよって僕は思うんですよ。だからもうちょっと、790何万円の車にそんな言うなよって、いや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 、言うでしょう。700万オーバーしてるなら言いますよ。もうちょっとパワーは欲しい、そういう感じはしますかね。ハンドリングは全然もう僕このぐらいでいいと思うし、ちょっと BMW っぽくないですけど、まあいいんじゃないですかね、ハンドリングはこのぐらいで。まあなので、それらを考えて、まあ運転支援はすごいいいけども、だから60キロで切れちゃうところ、だからプロパイロット 2.0 とかを使うと、なんで高速道路通常時も使えないんだよっていうのも思っちゃうところではあるので、だからそれら考えるとね、ドゥドゥン、75点とさせてください。まあとってもとってもいいんですけど、75点、でもいいんですけれども、抜群にいいかっていうとそうではないかなっていう。運転支援もだからずっと60キロ止まりなんですよね、ハンズオフができるのが。だからそろそろその60キロの敷地を外してほしいなっていう、そういったアイテムをつけてきてほしいなっていう
思いもありますし、あとは、もう少しだけパワー感欲しいなっていうのもあります。あと強いて言ったら若干やっぱね大きい、 1.9 メーターはやっぱ大きい。だからそれを踏まえると5シリーズであれば1870とかそのぐらいで、たった3センチなんですけど、その3センチが結構大きいので、なんか留めておいて欲しかったなっていう感触はあります。まあということで、まあ室内のこういう色もすごいでしょ。改めましてこれ、はい、エクスプレッシブって、やっぱねこのエクスプレッシブのなんかこの視覚的印象に残るようなね、このなんか世界はすごいですよね。え、他も見して、はい、ちょっと待ってください。じゃあデジタルアート、はい、これどう、もうようわからんでしょ。もうだからなんかね、アートアート、本当アートですよ。これ音もセットで決まっております。でエフィシェントだとこれで、スポーツにするとはい、やっぱ赤っていう、まあこのあたりも魅力的です。ではでは、今回も最後までご視聴ありがとうございました。あのいずれ本当いいから比較出てきますので、もうそこはねマリオさんと僕ね、もう頭困惑状態だったので、ぜひとも見ていただければと思います。まあそのぐらい新しい価値観の、新しいなんか乗り味の、次世代系の乗り味がなんか BMW から表現されてるなって思うものでしたので、まあとても面白いです。まあ今後こういう車がどんどん増えていくというか、こういう乗り味の方向に技術の力を使ってどんどん行くんだと思いますね。だからなんか先駆けみたいな、そういう印象も受けました。ではでは失礼いたします。イカライフォー。まあ先駆けだからいいかって言われると、だからそういったところがね、点数がポンといかない理由でもあるんですけど、先駆けだからいいかじゃないんですよね。イノベーティブだからいいかっていうものでもなくて、別に、それはもっともっと熟成してったら、先駆けっていうことは、そこには、先駆けならではのちょっとしたデメリットとか、まあそういったのもあるかもしれないんで、まあもしくはいずれこっち系の乗り味、先駆けとも言えるようなこういう系の乗り味がどんどん増えてくるんであれば、今改めてどん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 これから減っていくだろう乗り味の方を乗ってもいいじゃないですかっていう、そういう気分にもなっちゃうわけですよ。だからそういうのがね、いいから比較だとちょっと出てたわけですよ。はい、まあそんなことはいいとして、さあ帰りましょう。ではでは失礼いたします。いかれフォ。早くまたハンズオフしたいな。アシストプラスレディ、来た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 、これでセットすればいいの。早く行こうよ、アシストプラスレディ。あー、やっぱね合流は難しいよね。合流難しい。今もうちょっとでアシストプラスレディってなってたから、もうちょっとで使えたんすけどね。でも今はまだハンドル、手は離せないです、離せないです。ありがとうございます。ほらハザードすごいでしょ、つくとね。だからこの渋滞の中とかがもう完全に、なんでこんな今日混んでるの、こんな混んでんの久々というか初めてというか、すげえ。あれなんで右が早いの、なんでしょうね。北の丸とかもしかしたら通行止めとか、なんか用心のなんかがあるのかな。あ、完全止まってるもんね。なんか用心警護とかでなんかあるのかもしれないです。はい、まあ何にせよ、はい、ありがとうございました。僕はゆっくりと運転支援使いながら焦らず帰っていきたいなと思います。あ、アシストプラスレディ出た。おお、アシストプラス、イエーイ、はい、手放しです。はい、ありがとうございます。この緑ランプがついてる時には天国でございます。ではでは。さあもう最後はですね、カババで最後、もう車はですね陸送屋さんが取り来てくださるので、もう車を、あとは今陸送屋さんの傷チェックですね。もうこれすっごい大事ですよね。陸送屋さんがもう受け取る時にどういう傷の状態か、で下ろした時にどういう傷の状態か、まあこれを
もう結構陸送屋さんゼロさんですけれども、はい、もう事細かに見て、まあ安心感高いです。まあそのままお客さんのところ行く時もあるでしょうし、あ、お客さんのところにそのまま行くことはないのか、要は陸地に行って、要はナンバーを入れ替えないといけないので、うん。だからそういう作業もカバーさん側で全部やってくれます。で、多分この車両は僕ちょっと早めに引き上げてと言ったので、おそらくゼロさんの営業所とかどこかに一時期保管されるのかな、そんなことはないのかな。まあでも、カババさんで唯一デメリット的なお話で言うと、手放したい時にすぐにちょっとナンバー移りそうだな、手放せないので、だからそうなってくると、要は駐車場はずっと車売れても埋まっちゃってるわけですよ。だからそこがね、少し気になるところですかね。だいたい売れてから1週間2週間弱ぐらいはちょっと車がそのまま駐車場にあり続けてという形です。海外行ってたのも関係しますけれども、まあ結果としてちょっと2週間ぐらい手放すのはちょっと時間かかったかなっていう、まあそういう状況ではあります。そのあたりを加味して、まあ販売って、だからすぐに手放してすぐに現金化したいって言ったら、もう一括査定とかをすぐやってしまうというのがいいかと思いますので、今もう完全カババさんは、まあ地域によるかもしれないですけど、ゼロさんともう陸送を組んでますので、お願いしているので、ゼロさんめちゃくちゃ丁寧なのでね、曲がり側に LFA とか持っていくときもゼロさんですので、うちは、はい、うちはっていうか、はい、まあなのでとてもとても安心でございます。ということで、まあこの、オデッセイはこれでもううちの手元からは離れて、でこれでナンバーが入れ替わり、名義変更がされ、次の買い手のところに車が届き、その時点で決済がされ、カババさんからうちに振り込みが、お金ですね、されるっていう、そういう形になります。だから今まだこの時点では車売れてはいるんですけれども、その売れた代金はまだ入ってないという、そういう現状であります。まあ本当最後です、この車見るの。ちょっとこれね、まとめてみたいという方もいるので、いろんな動画のおまけにちょっと散りばめてしまったので、ちょっとまとめて一本動画にして出しますので、これぞ本当のドナドナタイム。もう今ゼロさんが持っていきました。今車の中に何か忘れ物があるって言っても、もうどうもなんないです。本当おでちゃんありがとうございました。失礼いたします。寂しいね、次のところでも、うん、頑張って。